はい、今ですね、5時32分ぐらいですね、高槻駅に来ております。最寄り駅ですね、今からですね、米原の方に車をピックアップしに行こうと思ってます。ただ米原のピックアップ予定時間がですね、20時の引き取りなので、ちょっと余裕がありすぎるなと思ってますんで、何か時間を潰しながらですね、行きたいと思います。それでは48時間行ってまいります。はい、6時58分米原到着です。はい、うまいこと行きましたね。車がありました。19時30分でございます。今車をピックアップしてですね、すごい短いですね、京都まで、京都駅のところまでですね、車を走らせていきたいと思います。その後電車でですね、枚方まで移動して、枚方から、神奈川県まで高速で明日の朝に向かってですね、行く予定になっております。その時にですね、ちょっといろいろとお話できればと思っております。それでは行きます。ただいま、8時37分ぐらいですね、約1時間ぐらい走って、琵琶湖大橋のどう言っていいんですかね、ところにあるくら寿司までやってきました。ちょっとですね、くら寿司でご飯食べてから回送また再開したいと思います。それでは行ってきます。はい、今くら寿司を出てきました。ちょうど9時ですね、21時でございます。じゃあ、ですね、京都駅に向かって出発したいと思います。それでは、はい、今枚方市駅でございます。京都駅に車を納車してですね、近鉄と京阪乗り継いでですね、来ました。ただいま23時ちょうどぐらいです。ということでですね、今から車ピックアップしてですね、今度はね、神奈川県まで行きます。ということでですね、ちょっとその道中ちょっとずつなんかいろいろ喋りながらですね、行ければいいかなと思っております。それでは、はい、車ピックアップしてですね、今、はい、高速乗るために大山崎に向かっております。時刻は23時31分というところでございます。はい、今1時46分ですね、ここは岡崎パーキングエリアということになっております。今で176キロなんで、あとちょっとですね、もう1時間ぐらい走ってですね、どっかで仮眠取りたいなと思っております。はい、足利パーキングエリアに到着しました。
今ですね、4時前ですね、3時56分です。ですね、なんかYouTube ダウンロードしたものをですね、ちょっと聞いてたらですね、楽しかったんで、そのまま走ってきました。あと目的地まで84キロぐらいでございます。今4時なんで、6時か7時ぐらいまで、仮眠取ってですね、それで、納車しに行こうかなとは思っております。うん、はい、じゃあとりあえずおやすみなさい。はい、おはようございます。ただいま、6時26分です。朝ちょっとマクドがあったんで、マクドで、モーニング食べてました。さて、あと84キロなので、進んでいきたいと思います。うっすらとですね、富士山が見えます。綺麗ですね。はい、見えるかなカメラで。一応ですね、スマホの写真も撮っときました。じゃあですね、ぼちぼち行きたいと思います。そんなに急いで行くような感じじゃないですね。はい、それではあと84キロ出発したいと思います。 Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. はい、おはようございます。今新横浜駅です。8時21分ぐらいですね。朝横浜に車納車しまして、その後ですね、こちら新横浜に来ております。こちらからですね、浜松まで新幹線移動しようと思っております。今の時間だったら8時51分発かなと思ってます。崎陽軒も空いてるんで、崎陽軒でお弁当買ってですね、乗り込みたいと思ってます。昼飯朝飯どっちかよくわかんないですけど、ちょっと楽しみでございます。それでは。浜松駅に到着しております。今からちょっとですね、駅から離れててバス乗って行ってもいいんですけど、歩いてでも行けそうなので、歩きながらですね、車ピックアップしに行きたいと思います。今度はですね、浜松の車を和歌山県の新宮の方に持って行きます。それでは行ってまいります。浜町中央通りっていうところを歩いてるんですが、こうやって知らない街歩くのもいいですね。楽しいですよね。長いのつけようかな。はい、レンタカーピックアップしてきました。今11時25分ですね。でここ浜松のですね、お城がですね、横に見えると思うんですが、見えるかな。あ、見えない。さっき見えたんやけどな。あったあった、あのお城の近くのレンタカー屋さんでございます。で 今からですね、新宮まで、350キロぐらいあればあると思うんですけど、330から350ぐらいですね。で、明日の朝まで日曜納車ということなんで、余裕っちゃ余裕なんですけど、余裕があるからどうしようかなってちょっとまだ考えてません。新宮の近く行くとネカフェとかもないですし、
最高伊勢ですね。だからちょっと早めに休憩して朝方出て新宮の方に納車かもわかんないです。ちょっと後工程が出てからですね、そこは考えたいと思います。1号線のこの辺好きですね。ちょっと今日曇ってるからなんですけど、浜松出てですね、どういうんですかね、ちょこっとだけ西に行ったところですね。はい、この景色がいいんですよね。ちょっともうちょっと先行くとですね、パーキングエリアっていうか、あの道の駅があるんで、そこでですね、足湯があるからちょっと足湯入りたいと思います。それでは、名古屋市内に入ってきたという感じですね。やはり多少車は混んでるという感じでございます。今23号線をどっちって言ったらいいんですかね、西の方に向かって進んでると言った方がいいんでしょうかっていう感じでございます。はい、はい、今津にあるですね、津市にある極楽湯の方にの駐車場まで来ております。ちょっとですね、状況を言っとくとですね、今から和歌山の新宮の方にですね納車するんですが、はい、結局ですね、極楽湯の方にですね2時間ほどいまして、先ほど上がってきました。1時間お風呂入って1時間仮眠取ってたような感じでございます。今、18時39分というところでございます。お腹すいたんで吉野屋さんで、アジフライ定食でも食べたいと思っております。明日の多分ね6時ぐらい納車なんで、だいぶ休憩取れるという感じかなと思います。廃車の方からはですね、明日の稼働の予定まだ来てないという感じでございます。それでは吉野家行ってまいります。はい、ただいま9時34分あ、ごめんなさい、9時38分です。ですね、新宮の最寄りの道の駅に到着しております。はい、でですね、今から朝5時ぐらいまでですねここにいようかと思っております。ということでですね、ぼちぼちなんか飲み物を買ってですね、はい、適当な時間に寝たいと思います。ネットカフェやったらね嬉しいんですけどね、ないみたいなんで、はい、ここで寝たいと思います。では、はい、おはようございます。ただいま朝の5時10分です。ですね、4時半ぐらいから起きてですね、ごそごそやっておりましたけど、ですね、今からですね、ちょっといろいろと車内片付けて朝方6時ぐらい、6時前後ぐらいにですね、納車できればと思っております。でそこからですね、新宮の駅からですね JR 乗って、津まで行って、津からですね近鉄乗ってですね、はい、大阪方面に帰って、泉大津に、車をピックアップしに向かいたいと思ってます。まあ、それで午前中は確実に潰れるんですけど、何時に泉大津まで着けるのかなっていうのが
一つ肝かなと思ってます。その車ピックアップしてですね、今度は大阪空港の方に持っていくのですけど、本日17時までの稼働申請なので、これでひょっとしたら終わりかなと思ってます。日程が時間がちょっと早ければもう一歩ぐらいあるかな、どうかなぐらいの感じだと思っております。はい、ということですね、本日最終日も頑張りますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、新宮駅を6時20分の特急乗って進みます。はい、動作完了しました。はい、あれですね、なかなか綺麗ですね、これね。ピカチュウだ、勝手に使ってるっぽいんですが、まあいいということですが、はい、では、大阪の方に向かって行きたいと思います。それでは、はい、今津野駅に到着しております。津野駅ってね、近鉄と、はい、JR が同じ改札の中にありますね。でですね、今から火の鳥に乗ってですね、難波まで向かいたいと思います。火の鳥初めて乗るので楽しみです。それでは、はい、難波到着です。今回ラストになるかもわかんない回送は、こういうあのフェリー乗り場に来ております。フェリーから降ろされた車をですね、ピックアップしてですね、大阪空港まで持っていきます。それではとりあえず行ってきます。はい、大阪空港で納車完了しましたということで、今年の業務これにて完了でございます。それではまた来年、さよならー。